糊もインキも使わず多色刷りができるポピュラーなカラーハンガー、アーテックのタックカラー紙ハンガーを使った年賀状を作るための教材を準備しましょう。このままでは大きすぎるので一つのセットを切り分けて2人分にしておきます。納入業者に頼めば準備してくれるところもあります。ボール紙はハガキサイズを2枚、すり紙は4分の1に切ったもの6枚、タックカラー紙8色は裏面中央に切れ目が入るように2つに切っておきます。それぞれ配るタイミングが違うので分けて集めておきましょう。説明書に書いているもの以外に絵の具や白いクレヨン、白いラベル紙、クリアファイルを使うことで刷り上がりの美しい様々な作品を作ることができます。まずはハガキサイズから挑戦して子どもたちの表現の幅を広げましょう。